や、来ましたね。何年ぶりですかね。借りを返しに来ましたけど。お復活してるんですかね、足で変わって。嘘です、嘘です。嘘ですよ。なんすか、なんすか、なんすか。なんすか。なんすか。何乗ってるんですか。ほい。ほいっつったところですよ。青年に。の池を教えてもらったところです。いやー、釣れないですね。厳しいですね。結構暗くなってきましたね。え、もうダメですね。ちょっともうきつい。あー、何年か前もここでタコ粘ったな。暗くなるまで。ちょっと分かんないんで、ショップ行って情報聞きましょうって。最高。あまりにも痛々しい感じ。はい、まあ、何もないでは。まあ、確かに何の情報も収集してきてなければ地元コネクションも一切ないですからね。とりあえず釣り具屋さん行きましょう。そうです、そうなんです。はい、このまあまあ朝なんですけどね、はい、朝から。ああ大丈夫です。大丈夫なんですか。はい、行けてると。もうそんなものはもう我が輩にかかれば大丈夫である。猫の手も借りたいみたいな。いやいやいや、悪魔の手を借りたいです。我が輩は。どっかないですか。そうですね、近くだとここら辺とかな。あ、すぐ近く。そうですね、減衰してるところはやっぱりちょっと狙いやすいかなと思う。芦田川はやっぱダメですか。芦田川はちょっとあんまり聞かないですね、もうね。うん、そうなんだ。ああいう感じ。芦田川なんてもう帰らない。野池にします。野池に切り替えます。よし、頼りになるな、やっぱり店長は。店長は本当にね。え、いやいやいや、70キロ走った甲斐がありました。これ頼りに、ね、おいおいおい。ちょっともう芦田がもう切り捨てとるやないき。そうなんですよ。よし、やる気が出てきました。釣れる気もしてきた。あまりにも痛々しい感じ。はい、何もない。カツ丼です。いいんですか、食べられて。やべーべー、これ。嘘でしょ。
古いんだ。古いって古いクラシック、クラシックの方ですよ。クラシカルな、はい、まさにクレにぴったり、歴史ある街ですね。クラシカル、これがカツ丼だという。そうですよ、デミグラカツ丼。あ、こういうね、しっかりした感じの、なんで食べたのかね。そうなんです。2、3番目に美味しい。あ、1番、2番はね、あのおかん、うん、おかん、おばあさんみたいなね、うちの肉じゃが1番です、ね、どうですか、外で食べた肉じゃがはもう随一ですね。グルメグランプリ1位みたいな。まあ、お茶でも飲みましょうよ。はい、コンツメすぎてもねって言ってくれまで、ね、かなり20キロ以上お茶飲むために20キロ以上違いました。大人ですから、いいんです、そのぐらい。これちょっと有名なクリームバイっていうやつらしいですよね。うん、これ何味？うん、教えないです。あれ？おお、いやー、うまい食べ物ですよ。へえ。エデルワイス。エデルワイス。いい？来れまで来てみたいな感じですそれ。ね、ちょっとあったかくなってきましたね。もう穏やかな気温もちょっと上がって、ジャケット着てても暑い感じなので、ここはでもね、源水の池で、ひょっとしたらね、こんなあったかいとね、あるんじゃないのっていうトップ。だって表層の方が暖かいわけですからね。表層から温まるわけだから、こんだけ浅い、いいね、この適度な沈み感。ノイジージュニアが発売になる前に、まあそれはノイジージュニアで釣りをするって意味じゃなくて、冬の釣りの取材でとある池に行ったんですよね。でエビちゃんとかミノーとかシャッドとかそういうので、まあ、冬らしい釣りをしてたんですけど、全く反応がなくて、でそしたらライターの方が、そういえばノイジージュニアっていうのを見たことがないんだけど、あの見せてくださいと。で、あ、プロトですけどいいですかつって、そんでまあ物を見せて、こんな感じですって動きを一通り見せて、でまあちょうど池の角とかそういうところにまあ投げてみるじゃないですか。そんで投げて、そんでまあただ巻きだけじゃなくてね、ちょびちょびみたいなのとか、ステイさせてる時にね、バイトが出たりすることもあるんですよみたいな話をしてたら、ルアーが浮いてこないんですよ。バスが食ってた。おおって思って、そんでまあそれだけなら、もうそれだけでもすごいですよ。でもなんですけど、もう一個の角にもう一回ひょって入れて、そんで止めといたらまた食ったんですよ、違うやつが。だから真冬で2月でしたけど、たまたますごくあったかくて、午後で、でそのバスが上ずってきたんでしょうね。
だからまあ実際水温が冷たくて冷えてる水が上から温められたらやっぱり上の層が暖かくなるからバスはそっちに行きたくなるじゃないですかと思うんですよ。だから下にいずに上に浮いて できるだけその角とか安全っぽいところに身を寄せれるところにいた。でボトム切る感じ でかつこのノイジージュニアだとその喫水がもともと低く設定してあるもうボディのほとんどが水中に沈んでるんで、まあ、食いどころがありますよね。パコンって浮き切ってるものよりは食いどころがあるのでそんで食ってきたのかなみたいな。だからあのもともとのそのノイジージュニアのコンセプトが低水温とか低活性っていうか低水温って言ってもそんな水温7度とか、ね、4度とかは想定はしてないんですけどそのちょっと普通だったらトップでも出にくい状況でもしっかり針の位置を低くして食わせたいっていうコンセプトなのでまあこういう冬場でも例えばこの減水の池だったら中央でも多分1メートルあるかないかっていうような感じのところなのでまあ温まって浮いてたら食ってくれる可能性がゼロではない。高くはなくても一個の札として持っといたらいいんじゃないかなって思ってさっき釣り具屋さんで買いました。ありゃ持ってきてねえんだって。そうなんですよ、持ってきてなかったんですよ。まさかこんな暖かくなるとは思ってなくて。よーっと、よいよいよいよ、おー、やーべーぜこれ。嘘でしょ。